滋賀県道、京都府道3号大津南号宇治線は、滋賀県大津市松原国道口交点を起点に、京都府宇治市宇治橋に沈め交点に至る、府県道である。天ヶ瀬ダムのダム湖を眼下に望む観光コースのほか、国道1号の大津方面と、国道24号の奈良方面とを短絡する、輸送ルートである。大津市と宇治市を2車線の道路で結ぶ、 起点から瀬田川右岸の南号を経て鹿戸橋付近までは国道422号と重複する。鹿戸橋以降は単独区間となり、瀬田川峡谷の外畑、卒下を経て京都府域に入り、天ヶ瀬ダムや平等院付近を経て宇治市街地に至る。天ヶ瀬ダムの保障工事の一環として、 滋賀県道大津上野線や滋賀県道寺田原大石東線などと同様に付け替え工事が実施された。大津南郷宇治線はダムの保証工事の一環で建設され合計5工区に分けて建設された。宇治川の渓谷に沿った山岳道路として道路構造例における第三種の道路として施行された。この時の設計速度は時速 35km で、 福音は点0メートルが基準とされた。道路の建設費用はダム工事費と道路改良費との合併施向である。ダムの建設以前は通行不能で荒廃した状態であった。したがって、宇治川ラインの観光客が大津市と宇治市を行き来する場合は、外畑と大峰ダムの間を遊覧船で移動していた。この遊覧船は道路開通後も、 外畑と天ヶ瀬ダムの間を結んでいたが、1976年に廃止された。道路線の主な橋梁を記載する。いずれも橋角は一等橋。設計荷重は二重トルコリラとして建設されている。鹿戸部橋付近滋賀県を移し石山貝旗町で、撮影終点付近京都府宇治市宇治屋座明楽で、撮影。ありがとうございます。